形となっておりますので、よかったらお買い求めくださいませ。それでは今から販売に回らさせていただきます。お願い申し上げます。いかがでしょうか。新しい試験だ、はい、今よろしかったらお買い求めください。で、また明日も、明日でお芝居の方は舞い子豚というお芝居で座長大会の、などでもやっておりますお芝居をつかっちゃんが来てくれてますんで、またさせてもらおうかなと思ってまして、まあその他にもいろいろありますんで、お楽しみください。明日ですね、オールスターといいますか、やつもやってまして、第1部が昔ながらのといいますか、大衆演劇や時代劇で、ヒットした曲といいますか、有名な平手三成、佐藤一やったり、お小宮三郎やったり、なかなか関係も有名なところを個人舞踊でメドレー形式で、だから一部の優勝といいますか、一部のそういうメドレー形式でさせてもらえるとか、本当に考えてますん で、そしてそのラストショーにおきましても、その個人舞踊でやった人たちが全員ずらっと並んで、その魂の入れ替えじゃありませんけども、こちらの座頭市がもしかしたら女方を踊るかも、音美音尊風呂が踊るかも分かりませんし、また音美さんが平手引きを踊ったりとか、いろいろそういう形で魂の入れ替えで、歌舞伎でもやってたものを少し大衆演劇風にアレンジしてさせてもらおうと思ってますんで、明日もお楽しみください。で、4日になりましたら、新十五の許されぬ恋と題しまして、梅川忠兵衛とか、岡崎藤十郎とか、お初とか、そういう新十五の そういうものもいる。また4日から古代高尾の城も来てくれまして、いろいろと考えてますんで、今回まあミニショーというか、そういうものではなくて、本当に1部2部3部っていう形で全体を通して見てもらおうと思ってますんで、よかったらこちらもお楽しみください。もう全然お写真なんかも、全然この館なら動画も撮ってもらって結構なんで、もう何でも結構。だってこんな化粧真似するようとする人おりないでしょ、さすがに。こいつの粉がすごいね、ほんとに。そうか。宣伝してなあかんの、その前かな。で、またお客様も、あの、僕らに本当に興味がない方は全然おトイレなりお頼むなり行ってください。もうここから幕はどんどん下がりませんので、休憩時間兼ねてこういうところを、本来なら僕らどんちょが降りてるところでこう化粧直したいとか、そういうのなんで、どんちょ降りてるところやったらお客様をなんかその幕を見に来た形になってしまいますので、お座りの前の方が大丈夫なので、仕事してんねや、ちゃんと。チケットいかがですか。チケットいかがですか。
ちゃんが一旦退場します。ちょっと目の方が悪くて、あんまり天気の方が、ね、なかったら化粧直しができないんで、一応これぐらいまでの化粧直しですので、ちょっと調節をいろいろしながらやってるんですけど、うるさすぎたりとか、一応それがないようなやつらしいんですよ。その上が2段になってるんで、下向きと上向きになってるんで、その近くの人にはこう同じ大きさはちゃんと届くようになってるんです。前までならその花道で桟敷の方で座ってる人は桟敷のやっぱりスピーカーに近いのをうるさく感じたりとかしとったんですね、昔のやつは。でも今回のやつそうじゃなくて、ここで流してここで聴いてる人も後ろの方で聴いてる音も全部同じ音が聞こえるように調節をしてるんですよ。で下がその低音が聴いてるんで、そこに座っててもうるさくない。で上の方が遠くに飛ばしたりとかいろいろしてるやつなんで、一応はうるさくはないと思うんですけども、どうやらうるさかったりとかするかなと思ったりして、まあ今のところミニショー始まってお芝居始まって大丈夫そうですかね。あんまりガンガン耳障りとか、あと、まあ、電気もそうなんですけど、あんまりにもうるさかったらもう耳痛なんて見るの嫌になるじゃないですか。だからそういうのがなければいいなと思って、そっちの方は大丈夫ですか。うるさすぎたりとか大丈夫かな、大丈夫なやったらそっちに大丈夫なら良かったりとかって言ったらせっかくな、高い君が仕事って分かんないびっくりしてるほんまですよ車買えよ、はい、まあでも全部おじいちゃんおばあちゃん買ったらいいからな、まあ一言も言うてへんからなちょっと教えてねそうなったら外がいい音やから中はちょっとすごくランクが下がったように聞こえて、だからお客さんの方にはすごく客席から出たりとか舞台っぱなになったらいい音が聞こえて、あ音鳴ってんやと思うんだけど、中でこっちが古いやつなんですごく大変なんですよ。なんかラジカセとかそんなんで聞いてるような音に聞こえて、だから音上げてしまいがちなんですけども、上げたらそっちがうるさい。えお客さんに悪いこと聞かせるのアホかも。はいよ。
か4分過ぎぐらいですかね、はい、ちょっとゆっくりまず3代目の方を帯結ぶ形で行って、で僕は仕掛けの帯とかそういう形なんで、よかったらお楽しみください。3代目もそれじゃ残して、それではちょっと失礼します。